米山薬師の拝殿米山薬師から見た良町、南部米山薬師は、鹿児島県良市鍋倉にあった、薬師如来を祀る、仏道である。明治の廃仏毀釈で、仏道は破壊され、現在は、正式には、米山神社となっている。薩摩藩の三薬師のうちの一つとされている。別府川の川の脇にある小高い山の上に存在し、道の前からは、 アイラ南部の平野地帯を一望にすることができる。15世紀に、島津末久の四男、島津守京は、薬師如来を信仰して、諸国を巡礼していた。越後国の米山薬師を参拝していた時に、巡礼の僧から仏像をもらって持ち帰り、米山薬師に地形がよく似ている、平安城南方の山の上に堂を建てて安置した。これが、 調査の米山薬師の始まりである。この付近の住所は現在は、鍋倉であるが、通称の地名としては、米山薬師に由来して米山が用いられており、米山バス停もある。1749年12月12日、火災で本堂が全焼し、仏像も焼けてしまった。周辺からの寄付などを集めて1752年8月に再建された。 この時の本尊は、島津久敷が作って寄付している。明治新語廃物希釈の嵐が吹き荒れ、米山薬師の薬師堂は破壊された。本尊は密かに隠されたとする文献もあるが、現存していない。その後米山神社として再興された。しかし今も、なお地域の人には、米山薬師の名で通っている。古くから、宝僧の神様として知られ、 鹿児島弁で、保存監査と呼ばれていた。中腹にある井戸から湧く水を飲んだり体に塗ったりすることで、天然痘を防げるとされて、天然痘が流行ると参拝客が絶えなかった。1926年に、鹿児島県で、天然痘が流行した際には、毎日1000人以上の参拝客が訪れたという。1951年に、ルース台風で社殿が壊れ、 翌1952年に修理した時に仏師に依頼して薬師如来像を祀ったため、現在は神仏道座となっている。調査小学校の裏手に登山口がある。歩いて10分ほど、険しい岩山を縄伝いに登る必要がある。また平安城跡の桜公園から下る参道もある。ありがとうございます。